はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルの生が今日は、のり弁がなくなる日をお送りいたします。よろしくお願いいたします。のり弁いや、美味しいですよね、お弁当屋さんのね。あれはまあ、なんか日本独特の、まあ、料理っていうか、う料理なのかどうちょっと、あのね、料理というほどの大げさなものじゃないけれども、 日本独特の食べ物、お弁当ですよね。海苔が敷いてあってね。私、子供の時にね、あの、作ってもらっていたんですよ。お弁当ね。あの、あんまり学校行ってなかったですけど、なんか家でね、学校休むじゃないですか。で、うちの母親昼間から仕事で出かけていたりなんかしていたので、お弁当が置いてあること多かったんですよ。家で。家で。あの、今ね、あの、アルマイトって当時なんか言ってたような気がしますけど、 あの、アルミニウムの弁当箱ですよね。金属的な。あれのね、四角いやつで、もう味もそっけもないの。ただのね、銀色で、まあ、一応なんか銀色に輝いてるんだけど、もう何のね、なんかデザインも何にもなんか絵もなくて、ただ四角いね、もうアルミの弁当箱なんですよ。で、それをパカって開けると、もうそれテーブルの上に置いてあるんですよ。箸と一緒に。で、ああ、お弁当かと思って、ね、まあ、母親の手作りなんですけど、 で、パカッと開けるでしょ開けるとね、海苔が敷き詰められてるんですよ。何段かになってましたよ。2段ぐらいになってたかな海苔が。あのね、まあ、多分、多分ですよ。作り方見てないからわかんないけど、あの、毎回食べていたので、おそらくご飯が敷いてあったんですよね。敷いてあって一番下に。あ、つみどれぐらいだろう ?2 センチぐらい敷いてあったかなで、あの、鰹節みたいなもの、鰹節ですね。を あそこにパラ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 って。で、そこにお醤油かなんかをさーっとかけて、海苔をそこに敷くんですよ。で、またご飯その上に乗せるの。で、また鰹節みたいのパラパラってなってて、敷き詰めてね。で、またお醤油が、まあ、またかかってて、またその上に海苔を乗せるんですよ。それがね、あのー、お弁当の、まあ、7割を占めてましたよね。大半がそのご飯の部分のその海苔なんですよ。まあ早い話だから私は、 海苔弁で大きくなった。海苔弁でここまで来たということですよ、皆さん。いや、そんなオーバーなものじゃないって。いや、ほんでもね、多かった。あの、お弁当必ずそれなの。なんだかわかんないけど。白いご飯のお弁当っていうのがなかった。一回も。私がそれがね、大好きだと思い込んでたんですよ。いや、好きは好きだったですね、でもね。 まあだけど、毎回それだと、あのね、友達がたまになんか、まあ運動会とか出てましたからね、運動会でパッて見たら、なんか白いご飯のお弁当持ってきてるんですよ、おにぎりとか。ああ、あれいいなと思って。うちはね、運動会にね、誰も来たことないんですよ。残念ながら。あの、一人でお弁当持って孤独でね、運動会とかも、だから運動会もあんまり出なかったですけど、まああの、お弁当を食べる羽目になってたんですよ。仕事でどうしても来れなくてね。 でも、なんか、あの、ど、土日も仕事だったんですよね。だけど、周り見ると、あいいなと思いましたよ。なんか、みんな幸せそうにね、おにぎりパクパクして、また、アルマイトの弁当かと思って、自分は。開けると、また、海苔が敷いちゃうのかっていう、まあ、贅沢な話ですよ、今考えたらね。で、あの、唐揚げとかね。なんか、まあ、ウインナーとか。その当時のウインナーね、あの、赤いウインナーだったんですよ。皆さん知ってる赤いウインナー。今でも、あれ、売ってるのかな あの赤いタコさんウィンナーとか言って、真っ赤なの。ああれはすごかったね。<laughs> なんで赤いんだろうと思いながら、まあ色つけてるんでしょうけどもね。まあ味は美味しかったですよ。ね、でもそういうものが入っていて、で、申し訳なさそうに、ちょこっと、なんかこう、なんか野菜的なものがちょこっとあったかな。野菜ね、あんまり好きじゃなかったですから、子供の時からね。まあだからちょうど良かったんですけども、うん。まああの、そういうようなお弁当をね、まあ、 あの子供の時の記憶としてありますよ。そのね、乗り弁の危機なんです。で、今日は、まあ海弁について語るわけではないですけれども、乗り弁がいかに危機がね、あの、訪れているのか。どの辺が危機なのか。全部なんです。全部。何全部ってよくわかんないっていう人いるじゃないですか。まず、ご飯。これがね、ない。高い。これびっくりしました。あっという間に値段上がりましたね、皆さん。 5ラムのお米の袋。ね。2200円から2500円です、今。高いね。ちょっといいのはね、2500円。5キロでですよ。5キロ2 5 0 0円って高くない高いでしょえ、だって1 0キロ買ったら5000円になっちゃうんですもんね。いやいやいや、これはね。だってちょっと前まで1500円ぐらいだったんですよ。2500円ですよ。で、さらにね、お一人様1点とか、 5キロでもね。またはね、全く、あの、お米がない。もう売り切れで、うちにはありませんよってお店も増えてきちゃった。だから棚が空なんですよ。いや、これはね、あの、お米が大好きな人にとっては大変。だからね、これね、お弁当屋さんも同じなの。お弁当屋さんがお米をね、あの、仕入れるのはいいんだけど、値段がどんどん仕入れが上がっていて、これどうすると、お弁当の値段をね、上げなければいけないのか、 お弁当のご飯少なくもしてるんですよ、今。すごいね、今減ってるの、ご飯の量。なんだけど、もうね、減らすのも限界。だから、値段を上げるか、んってなってるの。で、しまいにね、もう値段上げる、上げないじゃなくて、お米自体が切れちゃうかもしれない、もうすぐ。新米が出るから大丈夫だっていうね、話もあります。確かに。でもその新米の取れる量が、もし台風かなんか来てね、 もう田んぼがめちゃくちゃになっちゃって、もう予想外のことが起きたら、やっぱり足りなくなるわけでしょだからね、ちょっとね、わからないですよ。今年は。本当に。で、のり弁の話に戻りますけれども、まあご飯がもう危機的な状況なんですよ。ご飯だけじゃないのり弁は、のりこののりがね、また不作でね、取れないんですよ。のりってね、皆さん、あの、時間がありましたらね、 海苔をどうやって作っているのか、調べてみてください、インターネットで。携帯ですぐ調べられますよ。びっくりします。その手間暇。あの、養殖みたいな感じでね、あの、イケスみたいなプールみたいなところで作ってる海苔もあるんだけど、やっぱりしっかりした海苔を作りたいっていう、ね、そういうお仕事を、あの、ちょっと情熱のある人たちは、海で作ってるんですよ。でもこれがね、一年単位で海苔ってかかるの。 だからね、真冬もね、海に浸かってね、その網とか海苔の部分っていうのを、こうちゃんと作業しなきゃいけないの。網引っ張ってね、海苔を重ねてとかね、海に入ってるんですよ。冷たい冬の海に。いやーもうしんどいですよ。これはもう大変だと思いますよ。長い時間かけてね、一年がかりで海苔作るんですよ。ね、その海苔がなんだかわかんないけど取れなくなってるんですよ。調子が悪いんですよ。まあこれはね、 海苔不足、そして海苔の値段がものすごく今上がっています。海苔がね、みんなが手に入れられる量が間もなくなくなります。だから海苔弁の海苔、これ貴重になっちゃうんですよ。もう貴重になってるの。値段も上がってるしね。だからご飯が危ない。次に海苔が危ないんですよ。でもなんかおかしくないですかそれって。海苔弁。海苔の弁当でしょ海苔が危ない。 弁当のご飯の危ない。これ、海苔弁が成立しなくなってるんですよ。これは大変です。あと、梅干し。この梅が不作でね、もう場所によっては、農家によっては1割ぐらいしか取れてない。梅が。その梅干し、梅。これからどんどんなくなっていきます。まだ、去年漬けた梅が出回っているので、まだ、市場にはね、値段上がってるけれども、まだ梅干しあるんですけど、これもね、手に入んなくなってくる。 ということは、のり弁で梅干しを入れている業者もありますからね。のり弁の海苔、危ない。ご飯、危ない。そして、梅干しがなくなるかもしれない。いや、そんな弁当あるのり弁。のり弁でのりがないんだよ。のり弁じゃないでしょもはや。ね。海苔弁で、ご飯がないの。弁当できないでしょ。ね。日本って言ったら梅干しですよ。お弁当に。 その梅干しがないの。もうお弁当に必要なのこの三大キングみたいなね。もう三大王みたいな、お弁当に不可欠の海苔とご飯と梅干しがないんですよ。もう弁当成立しないでしょ、これ。いや、もう危機的な。いや、これはね、日本の現状を縮図なんですよ。海苔弁が縮図なの。日本の現状を表してるんですよ。日本がこんな大変なことになっているっていうね。 日本全体の問題になってる。本当に。いや、そんなオーバーの問題じゃないよ。大げさでよ。という人いるでしょ変な声で。ねだけど、本当の話なんですよ、これ。ノリ弁はね、日本経済とか日本社会とか日本人の縮図になってるんですよ。そんなに大したことじゃないよ。お前誰なんだ一体今。な、何,何いやいや、大したことだって言ってるじゃないですか。本当なんですよ。これはね、 あのー、海苔弁によって危機を感じなきゃいけないの。本当にそうなの。ノリ弁によってね、いや、もしかしたら日本、自分の生活、これ大変なことになっていくんじゃないかと思わなきゃいけないの。お前こっち何言ってんだよ。そんな大変なことなんかなるわけないじゃないかよ。いやいやいや、何をしよ誰なんですか、さっきから。いや、大変なことになっていくんですよ。あとノリ弁って言ったら何ですかね。私が好きで食べてるお弁当屋さんのね、 のり弁って、あの、ちくわが入ってます。ちくわをなんか天ぷらみたいな感じにしたやつかな揚げたやつね。うん、あの、ちくわ天っていうのは、あれ美味しいですよね。私はあれ好きなんですけど、なんか妙な、なんか、なんかちょっとあの、おかずにしては、なんかちょっとお菓子的な味もしたり、なんかちょっといいじゃないですか。あれ好きなんですよ。あとね、あの、白身魚のフライあ、入ってますね。あれがいいですね、またね。 あとはね、ごぼうのなんかこう、ね、炒めたの入ってるじゃないですか。ね、あれも、まあ好きですね。まあだからそのね、なんかどれもこれも今、なんかなくなってるらしいですよ。だんだん値段が高くなったりね、なくなっていったり、白身魚も結構きついんですよ、今。なんかね、魚の種類がね、取れる種類が、今までの白身魚が取れなくなって、違うやつでまかなおっ 行こうかっていう話が出ちゃってるぐらい魚のね種類がね取れる種類がね変わってきちゃってるんですよまあ大変海り弁危機のオンパレード本当にでもこれねおそらくは日本の縮図です今日本はみんなそうやって大変な思いしてるんですよ海り弁だけじゃなくてあのー、会社がね次々とねあのー 業績が悪化している会社が多くなりました。で、潰れちゃってる会社もあります。で、個人でやっているお店もう次々と閉店してます。皆さんの家の周りのね、駅前とかもそうだけど、商店街とか駅から離れたところにあるね、商店街とか、または商店街とか駅前じゃなくても、お店ってポツンポツンとあっちこっちにあるじゃないですか。閉店してるところ出てきてないですか、皆さん。 ね、あの、うちの周りとかね、あの、見ると結構多いんですよ。まあ、本当にね、え、この店良かったのにな、この店なんだかな、親しみがあったのにな、とか、ああ、この店のなんかご主人、すごいなんか人がよくて、ね、なんかサービスしてくれて、楽しかったのにな、この店は、っていう店が、ことごとくね、私の身の周り、お家の周りからなくなっていってるんですよ。まあ、これはね、寂しいな、 ねえ、なんか、なんかちょっとがっくりきちゃうなっていう気持ちもあるんだけど、その反面ね、なんかちょっとね、恐怖を覚えますね。なぜかって言ったら、そうやってお店がどんどんね、家の周りだけでもなくなってるということは、皆さんのね、このリスナーの皆さんのお家の周りとか、または駅前とかね、よく行く駅前、いつも行っている通勤通学でね、あの、通って通っている商店街とか駅前とかね、 そこのお店にも大きい変化がおそらく出てきてるはずなんですよ。ああ、そういえばなんかね、お茶屋さんが閉まってなくなってたよとかね、コメントありがとうございます。いろいろいただきましてね。なんか唐揚げ屋さんがうちの近く閉店したとか、まあ、そういうね、あの情報をいただいています。でもこれって、ああ、寂しいな。なんか長い間あそこを通ったなっていうね、一末の寂しさもあるんだけれども、恐怖心が出てきますよね。 え、あそこの店もなくなったのえ、こっちの店もなくなったのどんどんなくなってシャッターが降りたまんまになっていると。それって、日本全体がそうなっているんだから、日本全体が、なんかギシギシと、ちょっと傾いていってるってことですよねだって、よく考えてくださいよ。そこのお店で、え、じゃあ働いていた、まあ、経営者はもちろんそうですけど、パートの人たちとかいるじゃないですか。アルバイトの方々とか。 ね、何人かいたわけですよ。ね、交代交代で働いていたんだから、七八人は絶対いたでしょ。どんな小さいお店でもね、関わってる人が、オーナー入れてるんですよ。その七八人の仕事がなくなったということなんですよ。で、それが一件だったらいいんだけど、そうじゃなくて、たくさん今出てきているんですよね。そうすると、ね、一件や二件しか日本でそういう目立ったところがなければ、まあその七八人の方も、 他のお仕事にすぐ着くことが可能だったかもしれない。可能かもしれない。でも、今日本中がそうなってるということは、その七八人、七八人、七八人の方々が、仕事をすぐ探して仕事に就くことが難しくなってるということなんですよ。ということはね、こんなにいろんなものが上がって、電気代も今月は上がるじゃないですか。ね、請求が上がってくるわけですよね。 で、そんな中、生活が大変、お金がいっぱいかかるっていう中、お店が潰れちゃった。自分が働いている。どうしよう。じゃ、次見つけなくちゃ。前はすぐ見つかったと思うんですけど、なかなか今きついじゃないですか。で、それが見つかんなくなりにくくなってるんですよね。見つかりにくくなってる。その中でね、掛け持ちして仕事しないとやっていけないとか、そういう人が、え、二つのうち一つ、なんかお店が潰れちゃって、 それを補うね。なんかバイトが、アルバイト、パートがない。どうしよう。え来月、家賃がってなってる人いるんですよ、現に。これはきつくないですか厳しくないですか怖いですよね。うーん、だからね。そういうね、社会が悪化している、経済が悪化しているのが今の現状なんだけど、よく聞いてくださいよ、これ。なんだけど、まだ、経済の暗闇に入ったばっかりなんですよ、我々は。 値上げの暗闇にトンネルにまだ入ったばっかりで、経済の悪化のトンネルにも入ったばっかりなんですよ。まだ入り口から何歩かしか、もう数歩しか入ってないの。実は。まだこれから奥に入っていくんですよ。怖くないですかだってこれから真っ暗になるんですよ。今はね、後ろをちょっと振り向いたら、まだ入り口の明かりが見えるんですよ。ああ。 入り口の明かりが見える。うん、まだなんか足元もちょっと明るいかな。うん、ちょっと安心かな。いや、だけど、もうピークなのかな値上がりとか、経済が悪化するのはこれでピークかななんて思ってる人いっぱいいるでしょでも今の状況を考えたら違いますよね。入り口の明かりが見えるところにまだ立っているんですよ。まだ数歩しか入ってないの。これからあとまた何歩ね、2歩、3歩、4歩と入っていくと、後ろ振り返ってもね、 後ろの明かりはだんだん小さくなっていって、もっとね、歩みを進めていくと、後ろ振り向いても真っ暗なんですよ。えー、怖い後ろ振り向いても真っ暗前を向いても真っ暗なんですよ。真っ暗のサンドイッチですよ。もうどこもかしこも真っ暗暗闇ですよ。ええー、目を開けてるんだからつぶってるんだかわかんない。そんな状況になるんですよ。もう困っちゃうでしょ怖いでしょ方向もわかんない。 方向感覚さえまきしちゃってわかんない。どっち行っていいかわかんない。それが訪れようとしてるんですよ、これから。怖いですね。恐ろしいですね。まあ、だけどそうなります。これからなっていきます。うん、まあ一番だからね、困るのは、まあ、物資がね、あの、不足していって、もうノり弁が縮図ですからね。今ノり弁で考えていくといいと思うんですよ。ノりが高くなってる。でも高くなるどころか、なくなっちゃうんですよ。もうすぐね。 梅干し高くなっている。手に入りにくい。いや、もう手に入らなくなっちゃうんですよ。ご飯が今、お米が上がっている。ああ、上がっている。え、点数制限になっている。一家で一袋しか買えない。五キロしか買えない。え、でもうちは23人家族なんだよ。なんで5キロで足りるんだなんでそんな多いんだかわかんないけど。でもそうすると、あっという間に食べちゃうでしょ ?5 キロなんか。ね。一家族、一袋しか買えないとか言ったら困っちゃうんですよ。 まあそんな、もう今、そういう暗闇のさなかに入ってるんだけど、まだ数歩なんです。トンネルに入っている。今、自分の位置がね、場所が。これからもっともっと奥深い暗闇、暗闇、暗闇、後ろ振り向いても真っ暗。前を見ても真っ暗。左見ても真っ暗。右見ても真っ暗。もう怖い、怖い、怖い。そういうような状況に陥っていくんですよ。これをね、先にそうやって想像して、 考えておいて想定して備えていく計画を立てていくのとね全くそれが分かってなくて突然暗闇に見舞われるのとでは全く違うんですよやっぱり用意してればねそうかそんな暗闇になるのかいや自分はパチンコが好きだけどちょっとパチンコを控えてパチンコに使うお金を今お米をお一人様1点とかだけど毎日通って 5キロずつ買ってこようかな会社の帰りに。それなんですよ。そういう備え。地道な備えですけど、毎日5キロずつ買っていけば、10日で50キロですよ。一人で暮らしてたら十分じゃないですか。それでね。じゃあ、それでなんとか乗り切ろう。そうなんです。お米はね、いろんな栄養があるんですよ。栄養がね。だから、おにぎり1個食べるだけでも全然違うんですよ。体にいいんですよ。日本人に合ってるんですよ。 だから、お米が主食でお米が好きだっていう人は、そうやってコツコツとね、あパチンコやりたいな。でも、パチンコよりも、やっぱり、うん、そうか、いろいろ考えたら、怖いな。ねえ、食べ物がなくなっていく、仕事だっていつまでこうやって続くかどうかわからない世界になってしまうんだ。うん、それだったら、今のうち、今はまだ仕事があるし、自分はお米が買える余裕があるから、パチンコにお金なんか使わないで、お酒もちょっと控えて、 毎日毎日5キロの米袋を抱っこして帰ろう。それでいいんですよ。なんだか哀愁漂ってますけど、それでいいんですよ。そうするとね、やっぱり自分が50キロももうもしかしたらいらないかもしれないですよ。一人だからね。そんなに食べないかもしれないけど、例えばね、誰かが妹から電話があって、ねえ、兄ちゃん、どうしたんだい大変なことになってるよね、世の中。 ああ、そうだね。なんか、お米がなくなったり、いろんなものがなくなって、なんか、海苔弁なんかどこ探してももう売ってないんだって。海苔弁だけの話じゃないよ、お兄ちゃん。もう何でもかんでももう、鶏の唐揚げも売ってないし、唐揚げ屋さんなんかほとんど潰れちゃってるし、もう食べ物ないよ。お前は備蓄をしてなかったのかいなんなの、その備蓄って。 あ微粛というのは食べ物がなくなるかもしれないからコツコツと食べ物を備えること言うんだよ。兄ちゃんリスみたいだね。いやいや、リスみたいって、お前やってなかったのかいやってなかったそんなの気がつかないしそんなこんなことになると思っていなかったんだもの。そうか。で、米がないのかいお米がないの。私お米が大好きでしょ兄ちゃん知ってるくせに。 ああ、そういえばお前お米が好きだったね。だって、家で何食べるって言ったら普通は、うん、焼肉とか言うけど、お前はどういうわけかいつも米、米って言ってたよね。そうにあの。米があれば私生きていけるの。その米がないの。だから生きていけないの。ああ、かわいそうに。ああ、そうだ、兄ちゃんや。言っとくの忘れたけど、米を備蓄してるんだよ。米の備蓄どういうこと こんなことになるだろうと思ったから、兄ちゃんは毎日会社の帰りに5キロの米を買って大事に抱っこして家に帰っていたんだよ、毎日。毎日米を買ってたの毎日米を買ってたんだよ。兄ちゃんってすごいね。毎日米を抱っこしてたの毎日米を抱っこして帰っていたんだよ。兄ちゃんってすごすぎるね。で、その米をどうしようっていうの その米をお前にやるよ。兄ちゃん兄ちゃん兄ちゃん凄す,すぎるかわいい妹のためだ。よし !20 キロお前にやるからな。そんなにくれるの嬉しい私、お米があれば生きていけるの。ああ、そうか。じゃあ大丈夫だな。よしすぐに宅急便で送ってやるからな。いや、取りに行く !20 キロの米を取りに行くのかいうん。 だって、自転車で行けば30分ぐらいだよね。自転車で30分もかかるのに取りに来るのかいうん。だって、早く食べたいもん。もう一粒もないのかい米が。もうね、三日前から一粒も米食べてないの。ああ、かわいそうに。なんでもっと早く電話しなかったんだいだって、兄ちゃんってパチンコばっかりやってるから、そんな備えてるなんて思ってなかったんだもん。 ああ、そういえば兄ちゃんはパチンコの、なんていうか、病だったからな。なんていうのパチンコが好きで、もうパチンコだけあればよかったみたいな感じだったんだよ。でも、もうやめたんだ。パチンコから抜け出したのうん、そうだよ。抜け出したんだよ。よく抜け出せたね。どうやったの米を抱っこしたんだよ。米を抱っこするとパチンコがやめられるの パチンコをやめようと思って米を抱っこしたんだよ。やっぱり備蓄にな。備蓄に集中しようと思って。だってパチンコに使ってったらお金を、お米を買うお金がなくなるだろ。兄ちゃんって偉いね。そんなに一生懸命パチンコまで、大好きなパチンコまでやめて、そして買ったお米を私にくれるの。お前は、パチンコよりも、何よりも大事な妹だからな。兄ちゃん。 そんなこと言われると、泣けてくるよ、兄ちゃん。うん。じゃあ、取りに来いよ。20キロの米をな。うん。今日、すぐ今行く。今行くからね。待っててね、兄ちゃん。おお、待ってるよ、妹。こんな風に、米によって、兄ちゃんとね、妹の絆が深まる。そういうこともあると思いますよ。 でもこれってお兄ちゃんが一生懸命備蓄していたから結果的に良かったんですよね。これお兄ちゃんがね、パチンコばっかりやって、まあパチンコに依存しちゃってね、パチンコから抜け出せない人間だったら全部お米のお金、パチンコにつぎ込んでたわけですよ。だからお米の備蓄なんかしなかったですよね。そしたら妹が電話してきても、兄ちゃんお米がないんだよって泣きながら電話してきても、おお、俺毎日パチンコやってるぜ。って 電話切られますよね。もう本当に、もう絶縁状態になるんですよ。だからね、一生懸命何かに取り組んで、一生懸命前向きに頑張っているという、そういう行為っていうのはね、人間の絆を強くするんですよ。人間と人間の結びつきをね、より強固にしていくんですよ。だからね、この中でね、備蓄していて、それをね、家族になんか、 ののられてる強いう人いる <laughs>。ま、コメントありがとうございます <laughs>。たくさんいらっしゃる。ね。あの、私は備蓄したい。俺は備蓄したい。僕は備蓄したくて米とか備蓄してるんだけど、家族が、なんなのおかしいんじゃないの世界が終わるとか言ってるのあなたが終わってるわ <laughs> って言われてるっていう <laughs> コメントいただきましたけど <laughs>。いやいやいや、負けちゃいけませんよ、皆さん。このね、今のお兄ちゃんと妹のように、必ず分かってくれるし、 そういうことが起きたら必ず、わあ、すごいね。本当にすごいねっていうふうに気持ちが変わってきます。ね。だから負けてはいけない。今どんなに罵られても頑張んなきゃいけないんですよ。罵られたぐらいが何だっていうんですか。ね。頑張りましょうよ。人助けしましょうよ。人のためになるんですよ。まず身近なね、身内から守っていきましょうよ。ね。大事な人からちゃんと守っていきましょう。 今はその大事な人から罵られても大丈夫。ね。いいことがあります。絶対に役に立つことが起きますから大丈夫なんですよ、ね。気持ちをね、強く持っていきましょう。心は柔らかく、気持ちは強く、前へ前へ進んでいきましょう。そうしないとね、これから起きる波乱万丈な、ちょっとね、人生になると思うんですけれども、乗り越えられないですよ。 海苔弁ですよ。さっきの話理解できてますよね。海苔がないんですよ。ご飯がないんですよ。梅干しがないんですよ。こんなことが起きると思ってました。何もなくなっちゃうかもしれない。だけど、備蓄してね、お米だけでもあったら全然違うでしょ。これはね、備えてコツコツと丁寧に頑張っていくっていうのは、いつか必ず役に立ちます。 いや、もういつかじゃないです。近未来なんですよ。それが。大丈夫ですよ。備えてる人は必ずいいことが訪れます。必ず笑顔で、ああ、良かったなというふうに安堵できる、安心できる。そうなりますからね。自信を持って備えていってください。とことん頑張りましょうね。皆さんのやってることは正しいですから大丈夫ですよ。誰に何と言われようがね。 今はミュージンでののしられても大丈夫ですからね。気持ちを強く持っていきましょう。応援してますからね。頑張りましょう。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。